こんにちは、兄です。今日はですね、久しぶりにソフビ雑談していきたいと思います。今日の内容はおまけとかね、限定発売とかのソフビでクリアバージョンが多いのはなぜかっていうね、そこら辺の部分をちょっと考えていきたいと思います。ただですね、僕はソフビがね、好きなただの素人ですので、販売とか製造とかには全く関わってないですし、知識も本でちょっと読んだりとか、ネットでね、こういろんなものを調べたりとか、そういったところでの、知識なので、まあ話半分で聞いていただければと思います。では行きましょう。まず見本を出さなきゃダメですね。はい、これがね、ウルトラマン X の、ノーマルバージョンですね。どこの量販店でも普通に売っているソフビでございます。で、もう一つこちら、これがウルフェスとかね、ウルトラマンショップ限定で販売された、ウルトラマン X ユナイトブルーバージョンだったっけな、クリア成形で作られた限定版のソフビです。なんで新規造形のものをじゃあ作って出さないのかっていう、ところなんですけども、理由はね、やっぱりコストなんじゃないかなと思います。ソフビを作るにはね、結構お金かかるんですよ。ただなんでこの値段でね、販売できてるかっていうと、そこはね、バンダイ様のね、力なんですよ。もう大量生産、もうたくさん作ってたくさん売るっていうね、それができるので、1個あたりの単価がね、すごい抑えることができるっていう、そういったところで、ソフビね、この値段で買えてるんですけども、もしね、これがそうですね、数が少ない状態で作ると、本当にもっとね、高い値段で、1体1000円ぐらい、このサイズでしてもおかしくはないんじゃないかなと思います。で、コストの話ってなると、製造過程の話をしていかないと、コストがどこでどうかかってるのかわからないと思うので、今度はね、ちょっと製造過程のね、話をしていきたいと思うんですけども、ソフビを作るっていうのは、簡単に言っちゃうと、版画に近いと思います。まず版画で言ったら、下絵を描いて、そして、版を彫っていきますね。彫っていって、でその後に版画をする。で最後着色であったりとか、版画をね、また上からさらに刷っていくことで色をつけていく。で完成みたいな、それと同じような感じで、ソフビはまずね、原型師さんが原型を作ります。これが版画でいうとこの下絵ですね。で次、その原型をもとに金型を作ります。これが版画でいうとこの、版を彫る作業ですね。だからもう金型が出来上がると、版画と一緒で大量生産っていうかね、何個も何個もいっぺんに作っていくことができるっていう、そういう状態になるんですけども、で次に製造ですね。その金型に樹脂なのかな、わかんないけど、この素材を流し込んでどんどん作っていくと。で最後に彩色、色をつけていって完成ですね。だから製造過程としては、原型、金型、製造、彩色のこの4段階で、進んでいって、それぞれにコストがかかっていくっていう感じですよね。で、このクリアバージョンでこう作っていくことで、どこがコストカットされるかっていうと、最初の原型と金型、この2つが、カットできます。結局ね、最初にこれも作られてるので、原型から作る必要ないですし、で金型もね、この金型があるので、流し込む素材さえ変えれば、違うね、こういう成型色のものが作れるので、だからもう本当に製造と彩色、この2つだけですよね。でただその2つはね、どう頑張ってもコストカットはできないところなんですけども、色に関してはそのクリアをね、生かすっていうところで若干その省略したりとか、そういったところでね、コストカットできてるのかもしれないんですけども、ただ塗装パターンが変わるので、そこら辺も何とも言えないところはありますね。塗装に関してはそのね、この立体的に塗っていくやり方と、あと携帯になったな、こうなんていうのかな、金型のそのマスキングみたいなのがあって、こうパカッと上からね、かぶせて、で塗るとこだけこう穴が開いてて、でシューって やると、そのね、穴開いてるとこだけ色がついてってみたいな、そういう塗装の仕方があるので、塗装パターンが変わると、もしかしたらそのね、マスキングの金型を作んなきゃいけない分、もしかしたらコストがね、変わってくるところあるかもしれないので、色に関してはちょっと何とも言えないところありますね。ただ確実にカットできるのはその前2つの原型と金型作り、この2つはカットできるっていうね。だからクリア成形っていうのは
まあ、コストをね下げた状態で作れるので、企業としてもね、リスクが少ないというか、数がそんなに出なくても、ね、問題が起きづらいっていうところで、まあ、作りやすいのかなと。で、あと、まあ、一般販売でクリアを販売しない理由としては、やっぱり好き好きがあるんですよね。クリアはいらないっていう人もいれば、ね、クリア大好きっていう人もいるので、だからその一般ルートで出した時にノーマルバージョンと同じ数クリアの販売は見込めるわけではないので、そうなるとね、やっぱり好きな人が、まあ、買うっていう限定的なものにしていった方が、まあね、在庫も、まあ、そんなに抱えなくて済むしみたいな、そういうところはあるんじゃないかなと思います。結局この辺のなんだっけ、これグランドキング、グランドキングだったっけ、スーパーグランドキングか、これと、もう一つの金色のなんとかスペクタースーパーグランドキングスペクターだったっけ、あれと、やっぱり同じものをね使って色違いにしてってるんですけど、あれは確かにちょっと違うところもあるんですよね。だから例えばこの胴体部分は前回と全く一緒だけど、この部分だけ新しく新規造形で作ってみたいな、そういうこともできるので、だからまあコストをかけずに一部分こう変えていくことで違うね、その雰囲気のものを作り出していくっていうこともできる。まあ即備って結局そういうね、いろんなちょっとした部分のね、そのコストカットみたいなのはね、いろんなところでやってるんですよ。で、それがあるから、ね、値段的にそこまで上がらないで作れるっていうところもあるので、だから、まあ、ね、そういう部分も考えていくと、いろいろ面白い発見もあるといえばあるんですよね。で、まあ、ウルトラマン X で言うと、みんな下半身は一緒なので、下半身の金型多分ね、すごいいっぱいあるんじゃないかなと思うんですよね。で、ガーッと作って、まあ、上半身と合わせていくみたいな形になるので、だから、まあ、ここの部分から上だけ毎回そのアーマーが変わるたびに作り直していくみたいな、そういうスタイルでやってるような気がしないでもないですよね。はい、今日はね、こういったクリア成形の即備がどうして限定版やおまけで作られるのかっていうのをね、考えていったんですけども、あくまで個人的な、まあ、意見でいけば、コストを抑えて、それでいてね、特別感を出していくっていうところで、まあ、こういうクリア成形が作られるんだと、まあ、思うっていうね、そこに結論は達しました。で、ね、僕はクリア成形大好きなので、どんどんね、こういうのね、出してほしいですね。もうね、ぶっちゃけね、この7色とかでね、出してくれてもいいぐらいです。それではまた次の動画でしましょう。バイバイ。